皆さんこんにちは、アミマリアです。私アミマリア、本日で3周年を迎えます。イエイ。まあ自分でね、あのライブハウスさんに音源を送って、初めて人前で自分のオリジナル曲を歌った日ということです。本当に3年前の私を知ってくださってる方も今でも応援してくれてたりするので、本当に3年間まずこの活動をできたことにお祝いしましょう。まずね、いろいろ話していく前に、本日のご褒美クリームブリュレです。皆さんは食べたことありますか？キャラメル溶けちゃってきてるから急いで勝ち割ります。3周年おめでとう。自分もうダメだった、プルプルやわ。これ本来はカラメルすごいカチカチで。いただきます。3周年ですね。毎年目標が違うと言いますか、3年前の今日は本当にガチガチで、本番中も自分が何やってるかわからないっていうか、もうテンポも早々だし、弾けないし、声も出ないし、とっても悲惨だったと思う。終わった瞬間号泣しましたもん。それぐらい勇気を出した日でもありましたが、めちゃくちゃ悔しかった日でもあります。だけどその日を境に、私はすごく歌に対していっぱい向き合ってきて、でピアノを弾きながら歌うっていうことも初めてだったから、もっと離れをしなきゃいけないと思ったし、もっと歌っていかなきゃと思ったから、月に3回多い時4回とかライブハウスさん、いろんなところに出演してきました。で、大体ね、ライブハウスで歌うのもノルマっていうのがあって、それも全部クリアして、アーティストとしては未熟だったけど、その時点で音楽でお金をもらっていたっていう事実、チケット代だってかかりますからね。そこから私は今に至るまでめちゃくちゃいろんなことを試行錯誤しながらやってきました。去年もね、もっといろいろ頑張っていこうと思った時にコロナ禍になったりしてさ、リモート演奏だったり、私が見つけたのはインスタライブだったりね、そして今は YouTube ですが、また新たな挑戦をしているわけです。少しずつ頑張っていくと本当に身になっていくんだなっていうことをすごく感じるし、自分の歌も少しずつ歌ってて楽しく慣れてきて、3年前の目標が今は達成されてるなって思う。3年前の私はとにかく音楽を楽しみたいですって言ってたの。今歌うの楽しいもん。だから今日までまず頑張ってきて、歌うことが楽しくなれたことに嬉しいなって思います。そして今の私の目標は YouTube で1000人達成して、 YouTube っていうのは全世界に発信されてるわけですから、ちゃんとプロ意識を持ってやっていきたいと思ってます。なんかでも私、やり始めてから3年後がなんか楽しみだったの。3年後絶対何かは変わるってどっかで思ってたの。それは何だろうね。それまではどんなに失敗しても、どんなにめげそうでも諦めるなって思ってた。今もね、今でね、新しい目標壁があるから、またね、今頑張り時のところだから、未来の私が頑張ってくれてありがとうって思ってもらえるように毎日頑張りたいけど、アミマリアとしてアーティストになるためにもっともっと頑張っていきたいですね。よくもまあ毎年気合十分で入れるよね。それもね、やっぱり結果が出てるからっていうことだから、応援してくれてるみんなのお金なんだよね。本当にありがとう。チャンネル登録者数ももう200間近だしね、何が起きるかわからないなと思って、チャンネル登録ありがとうございます。来年どうなってるか、この1年また一緒に見届けてくれたらなって思います。はい、ということで、アミマリア3周年だよって言って、この帽子さ、赤ちゃん用なの。目で見える。もう私息苦しい。サイズ的に可愛いなと思って買いました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、これからも応援するよって方はグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
今後ともね頑張ってまいりますので、今のこの時期知ってたよって言ってもらえるように大きくなっていこうと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。それじゃあみんな、また明日ね。ハミマリアでした。バイバーイ。